すごいね、この面も。まあ、浜さんで始まったの。一人だと言いづらいことちょっと言いましょう。またんで、今だとまたミーティングの。なんていうか、まあ、あの、連絡。連絡？こういうことを教えてくれよって話です。あー、なるほど。お、出てきた、出てきた。あるよ、確かに。で、チェキンソードだよ、それ、カメラで。ちょっと座って喋っていいですか？あ、めっちゃめまいしてるもんな。そう、めっちゃ変な姿勢だ。やばい。ってことは？で、そっちね。それは悪い。それは悪いよ。お前と堀川と直接対決。審判小林。はい。よっしゃ、皆さん。待望のほどに。こんなことめったにないです。めったにないですね。はい。お、ゼロです。お疲れ様です。あ、はい。撮ってますよ。変なヘルメットかぶっとるんで撮ってますよ。え、なんてかな。二階堂上のヘルメット。なんか全部隠してるでしょ、なんか。隠してないですよ。なんすかそれ。キルコっていう代表で。はい。シャネツなんですよ。ちょっと待って、シャネツを塗っとるやん。なんだこれ、ダメでしょこれ。あ、ほんで厚さが軽減されるかな。違う、なんとなく触ってみるんですか。なんとなく、でも直射に、あ、本当だ、冷たい冷たいね。似てないさん、めっちゃコメントで人気でした。あ、ありがとうございます。綺麗で面白いとか。浜野さんより面白くない。いや、緊張して、なんかあんま覚えてないでしょ。そう、喋ったことを。なんか喋んなきゃ喋んなきゃって、カメラ向けられるとなるでしょ。で、後から嫁さんと一緒に見て、うん、あ、喋ったなぁ、この時こうやって言えばよかったねとか、他もっとはちゃけた方がいいのに。お母さんからダメだ、しくらうの。いや、YouTuber じゃないから、いいから別に。ハードさんはもう、熱中症。先週の三日だなのいらかったじゃん。あ、もう声が熱中症になった人。手が深く釣りましたね。うわぁ、やばい、それすごいね、このメンバー。ハマさんで、始まったの熱中症ちょっと偉いで。いや、見たらさ空いてる、早い。ああ、現場が空いた。そうです、はい。詰めてもらえるじゃん、ちゃんと。いや、なんで詰めとると思ったら、ボワれた時に。そうそう、ある程度余裕は持ってきたいんだ。なんでいつも最初のうちに頑張ってやっていくと、うん、あ、余裕できたなと思って。まあ見たんですよ、何歳なの。女子50です。嘘でしょ。え、社長より上。俺より上。そうです、はい。浜野さんに普通。いや、こうやって見るとデラ若いよな。で、浜野さんに普通。もう57なんです。57? あ、でも7個違うの。でもこうやって見ると老けとるわ。浜野さん、言えねえよな。浜野さんはイケオジだよ、ほんとに。イケオジだけど、こうやって見るとでも若いよな。若い。で、社長より下だと思ってたのよ。全然若く見えない。50? ヘルメットとあんま変わらんし。髪の毛よりちょっと偉そう。俺髪の毛はないと。肌がね。別に。ねえ、だけど、どうなんすか、忙しい最近は。忙しい。詰まってる。切れずには、どうかに。あるか。お前にはなった。まあ、どっちでしょう。目がちょっと泳いだね、今。あった。お金の内藤さんから、ちょっとこれ二人だと言え、一人だと言いづらいことをちょっと言いましょう。はい、もうこれ動画見てるの。またんで、井村とまたミーティングの動画。また井村さん、井村さん来るよ。デジャブみたいになる。僕が一件やらずに、皆さん二件やる。あ、そんなやの。ここ最近の話、二件もやるね。玉がちっちゃいんじゃないの。いや、逆にでかかったっすけど。3回6つ。3件大体を、まあ、2件続けて、それで立ったか。浜野さん、ちょっと役に立ってた。ちょっとまあいいや、つまんか、立ったら、って。俺も同じ参加だったんだけど。いや、営業もあるでね、そういうのね。ちょっとあの人は言いやすいで、めんどくさいで、お願いしようとか。ね、あの人言いづらいでとかね。でも実際今は太ってないんですか。確かに。確かにね。めんどくさいとかじゃない。ちょっとカットのやつじゃないですか。噂は知っとる、うん、あ、そう。なんで辞めたか知っとる。大体は。なんで辞めたか動画見たら分かるんだよ。すいません。動画見たら分かる。あの部分って、まあ、表面で。まあ、動画だけだと、なんか仲直りして、和解したような感じ。和解した感じ。そうそう。だって俺はあの動画の部分しか逆に知らんから、やめるのマジで。なんで世の中なってみてしない。え、俺そんな言い方したって。どっちかっていうと、向こうの見方で、俺はあっちの職人とか、ね、営業を怒ってたよね。結構上回ってるんだよね。俺やっぱ特別扱いしとるんだね、今。だからそれを。これちょっと動画使うか。もう伸びてきたね。タイ入れてたのが、うん、俺らに対してそれもないだろうっていうのが一番腹立たしいですよね。まあその、まあいいんだよ。でも俺はあの手にやっとるで、まあ言い方もいいけど、まあこういう言い方すると二人が、じゃあ俺らもってなるけど、まあ古いし。
まあまあ急務になってね、まあおじゃんちが見てまた困るで、自分出したれよってよく営業でも言うんですよ。で俺は逆にすごい大事にしとったつもりなのに、えみたいな、これ難しいな、ちょっと使いづらいなこれ。まあ使えるかもしれない。でもあまあ、本人たちは喋ってないんだ。喋ってない。まあしょうがないっていうか、まあ俺は戻ってほしいけど、けど俺がそれをなんか言うことじゃないし、まあいい機会になってまた外を見て、二階堂上のいいとこと悪いとこ絶対あるじゃないですか。だからいい、その計算した上でこっちの方がいいなってなってくれや、まあいいかなと思うけど。おまま。全然違う。違う、全然違う。全然違う。笑ってるじゃん、バロさん。なんだ。あれ、そんなだった？小規模倒産防止協会。それで貯金勝負だったら、それ貯めた方がいいので。ちょっと座って喋っていいですか？あ、なんで気持ち悪い？めっちゃめまいしてるもん、今。そう、あ、もうめっちゃ変なやつだった。やばい。急に来たもん、今。顔隠し？顔隠し？顔隠し？変なんですか？やばい。やばい。あ、気持ち悪い。やばい。めまいしたもん。やばい。デイナー汗がやばい、お前。やばい。デイナー変な汗かいてる。汗はもともとにはめっちゃかくっすよ。だけど変な汗かいてる。もういいよ、熊になっときゃ、エンジンかけて。いいです、いいです。体調悪いの？あ、エンジンかからんから。暑いね、あれだよ。そうそう。さすがに僕らみたいに外で仕事しとる人じゃないんで。暑い。じゃあ、温度差でしょ。うん、俺も気持ち悪くなってくるもん。これ事務所出て、外出て、結構忙しい時に出たら入ったり、出たら入ったりで。三谷さん、もうちょっとこっちに言ってください。どうですか？二階道場にちょっとなんか文句ないですか？文句あったら面白いな。せっかく二人で言えることあるでしょ。文句というか、まあ営業に対してにしようか。営業とか管理。うん。おお、でいいよ、いいだぞ。ちょっと奥さんに言われたでしょ、爪痕残せよって。すいません、ハオルさん、僕の顔見てれば分かっとるで、社長の口車に乗るだよって。またいい、とんでもねえことになるぞって、口が、顔が。またシリーズが。シリーズができちゃうよって、やばいぞ、余計なこと喋るだよって。不満というか、まあ、連絡。連絡というか、打ち合わせシート。移動が決まったら、書いたやつを送ってくれるんですけど、ちょっと遅いんですか、ちょっと今回に関しては遅いって言ってるでしょ、絶対話して言ってるでしょ。誰誰管理ないの、堀川。そうです。あー、なるほどね。あの、移動が決まってなくてもある程度のことが分かっとるやつだけでも送ってくれると、水洗いの時に、あー、溶液があったら溶液も塗りとかってなると、あ、きれいに洗わなきゃあかんし。あ、そういうことね。どこまでやるかで水洗いも変わるから。あ、そういうことだ。明日のとこもその水切りとかが塗らない。明日から現場スタートなんですか？はい。なんでそういうの洗わないとこって分かってるから、そんなにしっかり洗ってめくれちゃうと、大惨事になるんで、じゃあ連絡しようってこと？ああ、そういうことだよね。お仕事いたよ、お前。あ、そうですか。帰る前にはできるだけ欲しいな。これちょっとミーティングがないじゃん。誘導しましょうか。いや、一回も飲んだことない。一回飲みましょう。あ、家どこなんですか？一宮か。まあ、いい機会になるじゃないですか。で、まあ、で、愚痴も巻いて。でも、本当一つのものだから、みんなで一つの方向いてるから、ね、言われもあるし、いい勉強にもなるし、ね。俺はそっちの方がいい。まあコメント欄、結局俺が書き乱しようだけだからやってるけど、書き乱すのが仕事だからね。だけど、まあそうじゃないですか。お互いの意見を。でも行った方がお互いに良くなっていくからと思ってるから、俺は。ここも出て、俺、水洗い来るまで、こんな嫌な勾配きついって知らさですもん。あー、そういうことだ。これが本社の仕事？あのね、何、堀川が管理やってるから、ちょっと連絡遅いんだ。だから、そういうことを教えてくれよっていう話ですよ。あー、なるほど。お、出てきた。あるよって言ったもんで、ね。ああ、屋根あるんだね。そしたら、勾配きついですよとか、あるじゃないですか。あ、ちょっと今回きついですよと。来てびっくりしたもんね。うわっ、はははは、ほんとや。これ見えるかな、視聴者の人。下からこんだけ見えるってことは、そうだよ。もうほぼ、ま、直角だね。よう、これ言ったね。そうか。どうします？呼び出します？それ決めてください。なんか俺がいつもかき乱しておるって言われるかな。このまま俺は黙って黙殺して動画だけ上げればいいのか、それとも声かけて
ミーティングの会を設けてお酒一本入れるのか。まあ話し合った方のがあれですよね。言いましたね今。成長を長さ。今ハードさ一言。自分の時はお前勘弁しろよみたいな顔しちゃったよ。いいですか？成長なんですね。のはいいと思うよお互い。ねお互いにちゃんと思いやりあるから、てめえ抱えろっていう感じもないじゃないですか。向こうしてくれたら助かるよっていう話だから。僕もあの最初した時はあすいませんって言ってるんで。うん、ああ。ちょこちょこ言っちゃってください。言ってくれんとわからんし。はい、まあ、本当は営業がまあ確かにね教えなあかんことだし、まあ、まあ究極的に井村に対してちょっと不服があるってことですよね。いや井村さん、いやー俺あてないそういうことですよね。教え方が教えてくれなあかんよねっていうことは、まあ、そういうことですよね。一応話になったまあでもぶっちゃけ教育さね、うん、ってことはやっぱ井村氏の教育、井村氏の教育が問題だよね。これサムネ決まったよ。井村、お前全然変わってねえだろみたいな。サムネ決まった。いいですかそのサムネで。井村ちゃんと教育しろよ。いいですねいいですね。もう一回もう一回もう一回カメラ向かって。だけどあの本当に堀川は半年しかおれんもんで、俺も給料そのまま飛びの給料払ってるもんで、やっぱあんまり教えたらへんで、半年でもう一気に飛んでなかったから。でそれってなんか仕事ができるできんよりもそのやっぱ連絡とか挨拶とかそこじゃないですか、うん、だからもうガン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 言ってください。連絡遅いとやっぱ何だと思いますよねこっちも、うん、言ってください。そうさカメラ見てみたらめっちゃ悪い顔になった。なんかこの顔見てください。いやちょっとリップサービスも入っちゃうからちょっと俺なんか社長に求められとんなって言ってリップサービスも入っちゃうからまあでもそうだもんね、あれよあれよという間になんかこういろいろ喋ってるうちにあの時はリブ、うん、ちょっと止まったな、さ酒飲んでね、ほんでまたバー喋っちゃって俺も動画で全部されちゃうからあれの方が怒ることだよね、どっちかっていうとね。まあまあいいや、その話やめようか。でもあの焼き肉屋の時はちょっと真面目すぎましたね。もっといけるじゃん、うん、もっといける次次回もっといい待てよめちゃくちゃ言ったこれちょっとあのこれ保存しといてください。これ2本目やね居酒屋あるからもっといけるもっとガンガンいけるでらりっぷさん飲んでないよ。ちょっと熱中症で頭にやられとら今井村翔に対してなあの怒り 100% だとしたら何パーセントぐらいですか。65ぐらいです結構たまったマジでこれまあリップサービス80ぐらいですめっちゃあるなまあまああるよね。僕10ぐらいあ10はあるんだ。でもなんか15ぐらい15ぐらい15ぐらい あるんだやっぱでそのまあそのじゃあ堀川に対してはうわまあなんだろう半年で辞めちゃうっていうのもあるんで、うん、まあしょうがないかって思っちゃってるんであれですけど、うん、それがなかったら50とか、うん、あるんですか、ね、ああちょっと溜まってるんだあるんじゃないですかねって自分のことじゃないですかじゃないですか50もあるの50ってやるやつや俺さ今日面白いね今日だってもう今行かないか47分喋ってるわはい事務所に戻ってきました。はい、ってことは？先に続きですよ。そっちね。それは悪い。それは悪いよ。そっちじゃないと。みはそっちじゃないと思って笑ったけど、それは悪いです。結局二人とも悪いでしょ。全然私悪者です。俺からしたら。何も知らんけど。何も話とかじゃなくて。あの、これは、ね、浜野さんと、はい、三谷さんに会ってまいりました。そこで話に出るのは、一つしかありませんよね。待って待って待って。堀川じゃないか。はい、このあの動画はあの動画で動画で見てください。ね悪い笑顔がなんか悪い笑顔に見えてきちゃう。大物二人がいたら。今度これ。今度これあの二階堂さんのドバでイベントやるから、これをあの1000本配るまで帰れませんっていう企画やと。ね、で出産後もいいっすよ。その骨盤支柱。へえ、それはいいかも。骨盤締める。骨盤開く、うん。そうそうそう。出産したら。うん、めっちゃ開く。骨盤の、なんか、骨盤矯正ってやるから、やる。じゃないとなんか一生デブのまんま。それいいね。まあ、これをドバで、あの、イベントやる。販売して。一応儲けとかじゃなくて、本当に俺はこれ興味があって、
やったら、あなたまたまそういう話で YouTube やってるんだったら、これちょっと、イベントやってくださいみたいな。で、まあいいやつ、これ案件じゃないんだけど。僕、イベントやるんで、それまた日程決まったら、また告知しますんで。はい。そうそう。で、行ったんだけど、まああとは何を文句言ったか動画見てください。結果文句は言ってたんですね。いや、文句でもないけど、そこまで、まあまあ、すごい変わったっていうのは言ってたし、あんまりマイナスじゃない。堀川翔に対してちょっと文句言ってた。その、遅い連絡が。で、それまでも教育するのはあなたですよねって。もうちょっと教えてほしいよねっていうことをちょっと、まあ、まあ、動画でリップサービスみたいなのもあるけど、で、一つは、その、三谷さんと、僕酒飲みたいから、まあ、結局あの二人も、やっぱ、また愚痴が溜まってるから、お前と堀川と直接対決。審判小林。塗装の方2名と営業の方2名で直接対決。でも、まあ、俺はいいことだと思ってるんだよ。本当にこうやって話し合うこともそうだし、まあ、その動画にネタにすることがいいことが悪いことだろうかなけど、まあ、それで数字が言っとることも正論だから、向こうも。浜野さんたち教えることは俺の仕事ではない、うん、それはもうもちろんそうそう、でもさ、まあ、まあこれ真帆ちゃんが話題になったわけで、まあね、いいとか悪いとかも別じゃん、まあ俺が正しい、真帆ちゃんが正しいとかも別じゃん、宮本さんが正しい、でもその何コミュニケーションとかさ、どんな意見も、まあ、浜野さんってやっぱ下請けだからどこ行ってもああ、ふてるのかよくない、俺でもそうです。やっぱ、お客さんおるわけじゃん。俺は俺で、経営者として。はい、ね。そういう人たちに、いやいや、それちゃうっしょ。って言ったら無理っしょ。って言ったらおばちゃん。でも、言わなかったでしょ。いや、これなんとかなりませんから。いや、これは気になる人に差し込まれませんからとか。だから、まあ、浜野さんたちも、わーって来るわけじゃないですか、お前で。ぐらーだからこそやっぱ組み取らないし、でもやっぱお前らも言うべきことだよ。いやいや、でもこういうふうに修練が困るよとか、あの修練が困るよ。で、それってお互いね。で、それってうちの会社もあるから、俺はそれが素晴らしいと思うんだよね。俺はそれをね、逆に壊すやつがいるさんから、その、不手なのに無事言うじゃん。俺は別にあの、まこちゃんに切れたことって別に、内容で切れたわけじゃないじゃん。その、不手たことに対してはまず切れて、なんだろう、不手なのに切れって。で、その後の話は大きいって話を取ってるわけじゃん。だからお前とその浜野さんとか別に話し合うと、これすごいいいこと。お前らお前らでその、職人に対してなんか、思うことがない。まあ、向こうが何言ってるとかは関係なしで、ね、それはそれで動画でいっぱい喋ってくれてるから、思ってることだけ。こういうことをちょっと、やっぱもうちょっとお願いし、ちゃんと知ってほしいな。いや、本当に別にないっす、今は。完璧。いや、完璧かどうかって言われると、まあ、その、なんていうんですか、その、現場見に行ったら節々はありますけど。あ、なに？作業に対して？作業、いや、まあ、今回ちょっとダメ多いなとか。あ、ある？はありますよ。あの二人でも。二人、まあでも基本的に少ないんで。めちゃめちゃいいじゃん。でもやっぱちょっと抜けとか、まあそうですね。お前また特に細かいからね。細かいっていうか、僕はもうそれスタンダードになってるんで、それ自慢みたいな感じで、まあ、ちょっと細かい、スタンダードだよ、スタンダードだよ、悪い言わない言い方、僕はもうそれスタンダードになってるんで、スタンダードになってるんで、スタンダードになってるんで、どうだよ。今はちょっと今動画の切れたかもしれない。だって、ね、見てまあ、ここで喋ることじゃないかもしれないけど、うん、ただ僕は別にだお客さんから言われないように先にこっちが直しとるだけで、あ、それが嫌だから言うだけなんですよ。ああ、もう忘れるな。忘れられん先のスタンダードが。スタンダード。何喋られてもその顔とその言葉が返ってきて。ああ。で、この一回で僕は楽しみだし、まあ、ミオさんからで、堀川翔はまあ楽しみないかもしれないけど。カメラマンだから。しょうがないですね、その時ばかりは。